guys! モンスタージョン TV! 始まりました、モンスタージョン TV! この動画を見るときは、グッドボタンと、そしてチャンネル登録ボタンからの通知ボタンをお忘れなく！よろしく！それではやっていきましょう！今回は、ロジャーの生存説についてお話をしていきたいなと思います。はじめに言っておきます。僕は、ロジャーとエースが生きてると思います。根拠もあります。なんならこの根拠結構可能性高いんじゃないかなと僕は見ております。まずロジャーがレイリーに言った俺は死なねえぜ相棒っていう言葉ですよ。俺は死なないぜっていう言葉が何なのかっていう話なんですよ。最初やはり聞いた時にもしかしたら生きてるのかなっていうのは一発目に来ました。だけどそれっていうのは俺の意思は死なないぜっていうね、意思を表してる言葉だとしたら、それっていうのはあくまで人間の生き死にとかっていうのを表しているのではなく、そういった意志の存在を表しているのであれば、まあどうなのかなっていうふうには思っていましたが、実はエースも同じ言葉を言ってるんですよ。エースも自分は死なないっていうふうに言ってるわけであって、それが被るやはり自分の意志なのか、いや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 、ロジャーであればわかりますよ。ロジャーの意志を継いで世界に戦いを挑むとか、まあそういった考えを彼が人に託す、そういった意味で俺の意思は死なねえぜとかっていうような意味合いであれば、まあ一つだが、エースに関してはまだそういった目的っていうのはまあないじゃないですか。言うのであれば白ひげを海賊王にさせたいっていうところだよね。だからこそこのミスマッチが僕の中でロジャーが生きているっていう風に確定づけたんですよね。そしてエースも同様、エースも生きてます。じゃあビブルカードどうしたのよってなるじゃないですか。次回を楽しみにしててください。次回を見たらマジでみんなびっくりしますから。ほっほっほっ、おいこれまた出てくんじゃんっていう風になりますから。それはそれとして、あとは桃之助が言っているね、ロジャーと会った記憶があるっていう話。ロジャーと、でも桃之助って8歳じゃん。ロジャーは20年以上前に死んだ海賊ですよね。それと合ってるって物理的にどうなのって考えた時に、その後すぐに桃之助がそれを言って、ウソップがなわけねえだろっていう風に、なんかの勘違いだろってことを言ったら、猫マムシはそれに対して笑ってるんだよね。笑っておでん様はまあ冒険が好きだったからねみたいな感じで言って、また良きタイミングで話しましょうっていうことを言ってるんですよ。イコール猫マムシは普通であればそこで否定に入らないといけないのに入ってないんですよ。ウソップの話を流してるんですよ。ってことはこれロジャー生きてる説あるんじゃねえのっていう風になりますよね。もう一つここから考えられるパターンとして、桃之助の発言で記憶って言ってるじゃないですか。記憶っていうのがちょっと曖昧だなと僕は思って、なんならちょっと他人行儀というか、なんか違和感を感じたんだよね。普通なら会ったことあるのであれば、昔にロジャーと会ったことがありますよっていう、会ったことがあるっていう表現を使うのに、彼は記憶って言ってるんだよね。記憶、ほう、会ったことのある記憶、じゃあ誰の記憶なのって考えた時に、それがおでん様だったらどうしますか。おでん様って処刑されましたよね。もしもじゃあ悪魔の実の能力で、その処刑された瞬間に魂を違うところに移せる奴がいるとしたら、それが桃之助の中だとしたら、そして桃之助自身の持っている記憶とおでん様の記憶が今ごっちゃになっているって考えたら、これは結構可能性あるんじゃない。もしかしたら桃之助の中におでん様がいるかもしれない。これ結構やばいでしょ。どっちに転んでもやばい話ですよ。ただそうなった場合は、桃之助がロジャーと会ったのではなく記憶っていう風になるのも正しいよね。だから生存説とは繋がらないってなるんだけど、ただまだわからないですからね。今こういった繋がりがすでにあるわけであって、それが無関係だと僕は思いません。じゃあいつロジャーが出てくるのかっていう話。さすがにロジャーが生きててここ最近でパッと出てきました、会いましたって言ったら一気にネタバレじゃない。ワンピースってのはこれでよ、ラフテルあそこだよって言って地図もらって終わって行って終わりじゃん。それこそ今あと何話でワンピース終わるのかなと思うのは、多分ね2、3話で終わると思うよだからさすがにロジャーが今の今いきなり出てくることはないと思います。僕の予想では終着点で彼はそこに現れる海賊を待ってるんじゃないかなって考えてます。もしくはどこかからいろんな海賊を見てたりとかね、黄泉の世界があったりとか、イコール死んでんじゃんって話だけどね。ただそれがもしも出入り可能な悪魔の実の能力をあいつが食ってるとしたら、ワンチャンそれイコールブルック
じゃんってなるからどうなのかなっていう、もしかしたらブルックを使ってこう連れ戻すって可能性もワンチャンかもね。でも一番面白いのってイム様とルフィが戦うってなってさ、ルフィが結構押されてやべ勝てねえぞってなったタイミングで、そしてルフィが殺されるぞっていうタイミングでシュワーンってこう一気に現れてさ、イム様の攻撃を止めるみたいな、誰が止めたんだと思ったらロジャー登場でございますよ。めちゃくちゃ胸やつじゃない。ロジャーとルフィが一緒に戦ってイム様を倒す、こんな展開が来たらめちゃくちゃ激アツじゃない。俺はねこれ結構ありえると思いますよ。ストーリー的にもすげえ楽しいなと思うんで、ルフィと一緒にロジャーが戦ってイムを倒す、このストーリー展開に結構期待しております。今回はあくまでロジャーの話についてでございますが、次回はエースが生きているであろう説についてちょっとお話をしていきたいなと思います。この説だけ聞くとまあもしかしたらロジャー確かに生きてるかもねっていう風になるんだけど、次の動画を見たらさらにあ生きてるわってなると思います。エースの生存説楽しみにしててください。そしてここからはみんながくれたコメントの返信タイムでございます。さあ今回はどれからいこうかな。あこれでいきましょう。今回はキザル VS カイドウの対決でキザル死亡説、コメントを読んで号泣しました。そうなんですよ、この動画からねみんなのコメントを僕読み始めたんですよ。本当にねみんな嬉しいコメントをねくれたりとか、8割方クソコメをくれてるのがな野獣先輩説がもう大概なんだけどまあ本当にねいろんなコメントをやっぱりいただいてて、何か僕もできないかなと思って基本的に僕全部のコメントをね返すようにはしてるんですよ。漏れはちょいちょい多分出ると思いますけどね、だけど基本的には全部もう返すようにしてて、それプラス動画でねコメントをなんか紹介できたりとかこう返していければいいなと思ってこの企画を始めました。そしたらもう嬉しいコメントがあってね、それでね俺泣いちゃったんだよね動画で。本当にマジで嬉しかったんだよね、みんなのコメントがねやっぱ嬉しいんだよね。本当にそれだけでモチベーション上がるしね。だから今日もねみんなのコメントをがっつり紹介していきますぜ。さあ今ちょっとねいろいろと見ていこうかなと思いますが、あーいいですね、キザルの覚醒した能力見たい。やばそうだね。キザルの能力覚醒、すでにピカピカの実ってやばいじゃないですか、それがさらに覚醒するのか、もしかしたら覚醒した状態があれなのかもね。じゃないとあそこから覚醒するってなったらどうなるの。ピカピカの実が覚醒するって言ったらもう学生になるしかないよね。もう24歳学生になるしかないと思うんで、ちょっとこれ以上の展開はわかりませんが、でももし本当に覚醒っていうものがまだあるのだとしたらキザルやばい説だね。まあ今キザルはね死亡説出てるんでどうなのかなと思いますけど。ご本人登場だよ。マジ？サムネ見てびっくりしたけど、わし死ぬの？てかカイドウと戦うのね、マジ？あー結論怖いね。とのこと。いやいやいや、おめえだよ。おめえだよ、死亡説出てんの。面白すぎだよ。こういうコメントが面白くて、たまにね、ご本人登場するんだよね。ちょっと今ごめん、俺も。キザルのモノマネ頑張ったけど似てないよね、ごめん。一瞬だったら似せられると思うんだ。恐ろしいね、今死ぬよとか、ほらほら一瞬だったらできます。長く喋ってって言われたらもうよくわからない。はいはいはい、なんとかできたんじゃないでしょうか。続いていきましょう。なあこれ面白いですね。ジョンさんこんばんは。やはり桃太郎鬼ヶ島説が最有力かと思います。桃太郎桃之助和の国反乱軍、猿モンキー D ルフィ、犬嵐公爵、ミンク族一同、キジマルコ、白ひげ海賊団、残党、キビ団子イコール片栗っていうね、まあそうなってくるからちょっとぶっ飛びではあるけどね、そこは確かに違和感はあるけど、でも桃太郎説は全然ありえるよね。鬼ヶ島に行って鬼を退治するっていう。おじいさんとおばあさんにガープとおつるさん、洗濯と芝刈り、芝刈り芝刈り芝刈れるだけやろ、ガープの場合人芝くだけやん。ジョンさんはこの説についてどう思いますか。いや全然ありえるよね。だからコメントでありえすぎて竹って返しといた。いやありえすぎて竹ですよ。いろんなね可能性がある中でこういった根拠がねしっかりあると余計にねぽいなと思うんだよね。これ全然ありえると思います。金太郎説を僕は話をしましたが、桃太郎説も全然あると思います。おばあさんは川に洗濯へ、おじいさんは人を芝きに行きました。
ガープやん。人をしばきに行きましたとかやばいやろ。かわいいじゃん。よし、俺も毎回コメントをしよう。いいじゃない、いいじゃない。ね、コメント返信を始めるっていうことでね、毎回コメントをしようという素晴らしいピックアップでございますよ。コメントをね、やってくれたら俺ちゃんと返すし、ワンチャンこういう風にピックアップするから。いやー、いいですよ。竜殺しさん。竜殺しなんちゃらかんちゃらさん。なんちゃらかんちゃらさん。これ日本語も英語もダメだからさ。いやー、いいじゃない。あー、これも良きですね。カイドウイコール鬼。ゾロのおにぎりの長年の伏線回収きたこれ。そうだね、おにぎり。まあ、鬼を切った試しがない状態からおにぎりって言ってましたからね。ワンちゃん多分握りの方をなんかやったんじゃない？ おにぎり。刀でおにぎりを切ったみたいな。そんな感じからおにぎりできてんじゃない？すいません、そうです。ごめんなさい、ごめんなさい。多分今回で本当におにぎりではなく、おにぎりをね、やるんじゃないかなと。ガチで鬼を切ったとなればすごいですよ。おにぎりのゾロっていう風になりますからね。海賊狩りのゾロ、おにぎりのゾロ、かっこよくない？これおにぎりのゾロめちゃくちゃかっこいいじゃん。ルフィたちがもしもここにパッと来なかったら、カイドウをねゾロが追い詰めるかもしれないね。半殺しぐらいまで行って、まあいいところで退散してくるみたいな。そうなった場合、またモルガンズパターンで話が勝手に一人歩きして、ゾロがカイドウをもう半殺しまで追い詰めたとか、そういったニュースになるかもね。でもワンチャンね、あり得ると思いますよ。むしろ今回のカイドウのところではね、相当ゾロがパワーアップすると思います。ワンチャン目が開眼するかもしれない。いかがでしたでしょうか。これからもガンガンコメントは返していくんで、ぜひともねコメントください。そしてね、動画でも僕ちゃんと拾っていきますから。やっぱ普段から見てくれてるみんなに少しでもお礼をしたいんで、そういった形でね今後もやっていこうと思います。それでは今日はこの辺で、ぜひともグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンもよろしくお願いいたします。今目指せ1000いいねやってますから、ぜひともねみんなグッドボタンをたくさん押してくれたら嬉しいです。あとツイッターもフォローしてくれたら、ちゃんとフォロー返しますんで、リポ送ってください。ジョンさんフォローしましたよって言ったら、僕ちゃんとフォロー返しますんで。 OK、 それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!